吉田さん、こんにちは。メッセージありがとうございます。今回 FX の必勝法についてお話しいただきましたけども、結論を言いますとそれで正解です。本当にその通りなんですよ。余剰資金がいつでも作れる状態、余剰資金が日々生まれている状態じゃないと、とてもじゃないですけど投資なんてできないですよ。もしそれがね、毎日じゃなくても今月全資金を失ったけども来月の何日にはまた同じようにね、投資に復活するための資金が入ってくる、その時ダメになってもまた再来月はこういうふうな資金が入ってくるっていうふうな、余剰資金が常に常に生まれてる状態ではないとやっぱり投資っていうのは私はできないと思うんですよね。だからずっと速稼塾でお伝えしているのは、まずは労働者やりましょうと、エンプロイヤーね、雇われをやりましょうと、そこで、スモールビジネスをするための経験とか種銭を作るんですと。でそれができたらスモールビジネスに行って副業ですよね、月に5万とか10万みたいなのを狙っていくと。それができるようになったらそれを仕組み化して、またね、キャパシティを広げていってビッグビジネスに持っていきましょうってことなんですよ。ビッグビジネスに行くと毎月ですね、20万とか30万とか100万前後みたいなのが作れてくるというふうなフェーズに入ってきます。そうするとやっとですね、生活資金を超えた余剰資金がいつでもできるようになるんで、インベスターに行きましょうっていうのが、金持ち父さん貧乏父さんの ESBI のこの地図だと思うんですよ。それをね、スモールビジネスもうまくいってない、ビッグビジネスなんて絶対うまくいってない、単なる労働者である人がいきなりインベスターに余剰資金でもないお金を突っ込むからおかしいことになる。それはね、私はギャンブルと言ってるんですよ。でそれをしないようにしないようにとずっとね、しつこいぐらいこの数年間お話ししてきましたけども、そうもいかないんですよね。信頼できる、そういったね、案件であればあるほど無防備になるんですよ。だからね、例のやつの話出しますと、みんな安心しきって突っ込みすぎですよね。だから多少の不安を見つけないといけないですよね、自分で。で私はこれに依存しないようにってことも申し上げましたし、これがね、明日終わってもいいように準備してますかってこととかね、それから人によってはこの金額はやめなさいって止めたりはするんですけども、やっぱりね、何ですかね、ネットワークビジネスとかマルチビジネスで失敗して痛い目を見ても、でネットビジネスの情報商材で痛い目を見ても、塾に入っても結果が出なくて被害者ずらしていても、で暗号通貨で大損こいて懲りていても、また同じことをね繰り返すんですよ。もうね、あまりにも無防備すぎると。だから吉谷さんが言われてるような考え方で、皆さんね、そこまでして投資の世界に入ってくれば、まあ自滅はないだろうなと思うんですよね。投資っていうのは絶対勝つみたいな思考でほとんどの方がねやっちゃうと。だからそれが素人思考なんですよ。上級者になればなるほど絶対はないってことを認識して、いつもリスクヘッジしてるんですよ。かなりのリスクヘッジしてます。だからリスクヘッジのプロなんですよ。しまいには自分が住んでるとこまでもう投資目線で決めるんですよね。なんかこう風が気持ちいいなとか、昔住んでたところだからみたいな、そんなことではなくて、過去50年間災害が起きてないなとか、これから50年間も何も起きそうにないな、地盤はどうだとかね、地域の関係はどうだとか、歴史的な背景どうだとか、インフラがどういうふうに変化していくかってことをちゃんと考えて、ここに住もうかなって考えて、で住んだ上でもここがもし想定外を超えるようなことが起きたら危ないから、他にも住むところをちょっと候補を今のうちに、安全なうちに作っていこうみたいな感じでね、次から次へとリスクヘッジをしていくわけなんですよ。でそういう意味で言うと、投資に対する必勝法ね、まさに吉田さんみたいな思考でやらないといけない、もしくはやってないうちにその思考がないといけないのに、なぜかその思考がないままやるんですよね。やるんですよ。だから仮に短期間で勝っていても、私は仮初めだなと思いますよね。で逆になってもしょうがないと思いますよ。まずは投資とか利回りで金利を得てる人、それがいてもしょうがないんですけども、じゃあそうやって楽してる間にですね、自分でお金を、余剰資金を生み出せるスキルを後から作るんだったら、まだしもお金どんどん増えてるわ、じゃあ何にもしないってことになっちゃうんですよ。こういうふうなねことを私は望んでるわけじゃなくて、楽になったから時間もお金も増えたから、だから本当の自分の力つけましょうっていうメッセージを送ってるんですけども、まあビジネスを学びたいですっていう人は一人も来ないんですよね。だから速稼塾のこれがね、あれですよね、私では手に負えないところですね、これは。だからそこはドリームアカデミアに行く人の精神の方が高いと思います。そこはね、ビジネスを身につけていつでもお金が増えるようになってっていう、自分に投資をする、自分にこうかなりね精神を向けている人の、その向かう先っていうのはドリームアカデミアなのかなと思いますね。だから入り口は優しいけども、ずっと楽をして結局悪夢で行き止まりっ
っていうことがいつまでたってもつきまとうのが私の速稼塾かもしれませんよね、うん、まあ、何も来ないままね20年30年過ぎればいいんですけど、そんなことはないですから。はい、それではですね、投資に対してちょっとまとめさせていただきます。今回のね、怒りにも似たような私の動画でしたけども吉谷さんを称賛するような、それでいて吉谷さんみたいな思考を持ってない憤りもあったりとかね、そんなこともありますけど、まとめさせていただきます。投資で全滅しても今の暮らしは変わらないところまでリスクヘッジしてくださいねってことです。投資が全滅してもですよ、ローンはちゃんと払えるし、自由な時間も減らないし、家族の誰も怒らないと、うわ投資で失敗した、ああそう残念だったねと、でも、うん、来週の週末ディズニーランド行けるでしょって、全然行けるよみたいなねいいじゃないですか。なんか投資で失敗した途端に暮らしが貧しくなるっていうのは、それは余剰資金でやってないからなんですよ。そこをよくね見つめてほしいなと思います。投資に依存しないってことですね。で、FX をなんでね私が基礎に置くかっていうと、 FX はロングランなんですよ。世の中にお金がある限り FX の仕組みは全く同じものがずっと使えていくんですよね。でも瞬間的に生まれた儲け話っていうのは期間が短いんですよ。これは例のやつについてもそうですけども、30年40年続くもんではないと、私は10年続くもんではないといつも言いますけども、これはね本当に仮初めだと思った方がいいんですよ、うん、お金の仕組みがずっと続けば FX はずっと続きますけども、この一つのビジネスとか短期的な投資話っていうのはお金の仕組みがずっと続いても続かないんですよ。だから仮初めなんですよね、歌方なんですよ。だからその数年の間にどこまでね自分はそこに飲み込んでいくのか、そしていつ撤退するのかってことを決めていただかなければならないかなと思います。そういう意味で言うと、ビジネスを身につけていつでもお金が生み出せるような状態になると、うん、その辺がね大きなリスクヘッジになってますから、投資にかなりのリスクをね追って突っ込んでいっても、もう全滅がないんですよね、うん、だから投資で全滅しても吉谷さんの場合はビジネスを一生懸命頑張って、また資金を100万200万と作って、あっという間に数ヶ月後にはねまた投資の世界に復活してくると思うんですよ。いやそういう状態じゃないと私は投資するべきではないと思うんですけどね。いろいろとまとめさせていただきましたけども、もう一回まとめますよ。投資が全滅でも今の暮らし変わりませんっていう方だけ投資をやってくださいってことですよね。こういうメッセージをずっと発信してきたつもりだったんですけども、まだまだ伝え方が甘かったかなと反省するような日々でございます。それでは動画の方ありがとうございました。